ジャル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 。あ、はい、もしもし。はい、おお、何してんの。いや、昨日バイクめっちゃ楽しくなかった。いや初めて初めてやから。どこが一番楽しかった昨日。いや、一緒ちゃうかったら嫌やわ。どのタイミングが一番楽しかった。いや、これもし一緒ちゃうかったら全然、あの、殴ってまうね。もし一緒ちゃうかったら。俺価値観違うの嫌いやね。なんでこんなことなったんや。いや、あの、バイクの後ろになんか乗らせてもらったのがちょっと初めてやったからない。あ、いや、わかる。あっこ一番楽しいやろ。いや、俺も初めてバイク乗った時、やっぱ後ろ乗っけてもらった時一番楽しかったもん。耐えた。うん、そうそう。ああの、何、どうした。それで、うん、ちょっとそろそろちょっと勉強が、うん、なんか忙しくなっちゃって。あ、でも遊ぶ時間、バイクの免許取るのその勉強いらんで全然大丈夫。あ、バイクの免許取るんやったら勉強とかいうレベルちゃうで。全然普通に教科書みたいなテキストみたいな見るだけで、うんうん、すぐ免許取れんで。あ、そうかそうか。うん、だから、え、取りに、いつ取りに行くん。びっくりした、まさかそこまで話するとは思わなかった。あ、いや、バイク、あ、そうなんや、バイクも、いや、取りたいなとは思ってんけど。え、だって、え、もう、うん、取る行動してんのやろ。うん、何、え、どういうこと。え、嘘。いや、俺嘘嫌いやねん。ほんませやんな。嘘じゃなくて。ああ、そっかそっか。え、いつ取りに行こう。あ、あれやったら、うん、俺ら80人ぐらいでその免許取りに行くとこの試験場前で待っとく。あ、いい、もうそうなの。大丈夫大丈夫。なんでなん。いや、なんかこのこれ断られるの嫌いやね。びっくりする。あ、嘘と裏切りと断られるの嫌いね。あと価値観違うの。なんて見た目で出えへんねん。こんないかつい、いかつい考えのやつがなんであんなノーマルの学生の見た目してんねん。あ、じゃあ来月ぐらいに取りに行って。え、最短やったら今月行けるはずやで。言うといたら。じゃあめちゃくちゃ勉強せなあかんや。じゃあ今月、うん、あの、一応さ、俺のさ、お兄さん的存在みたいなとこおって、まだ上おんの。その人に言ったらお願いできんで。また上おんの。じゃあそうさせてもらおうかな。ありがとう、ほんまに。ちょっと高くなるけど大丈夫やろ。あ、そうなんや。そう、あ、高くなんやったら、ほな、また金集めに行こうや。じゃあ、あ、いやいや、お前やってみたらええやん、金集め。金集め、あ、でも自分で出した方が。あ、ほんま。うんうん、それはそれで全然いいと思う。うん、あと、あの、バイクもせやねんけど、この受験勉強がちょっと忙しい。え、ちょっと待て。おい、はい、お前さ、はい、本気で言ってんのか。え、バイクの免許取ること受験免許って言ってんの。あ、いや、あ、めっちゃおもろいや。それみんなに言っていい。いや、あ、いや、勘弁してや。それはみんなに言っていい。勘弁してや、そんなん言うの。勘弁してや。いいやろ、言って。あ、うんうんうん、いい、多分それ普通に受けるで。あ、ほんまに。うん、それと全然レベルも上げれんで。え、なんの？今さ、このグループの中でさ、うん、今結局トータルしたら多分200ぐらいおんねんけど。めちゃくちゃおるやんけ。まあ基本的に動いてるのは80とか40とかやんか。うんうんうん。え、お前この間何番目ぐらいに感じた自分が。え、そんな、一番下はもちろん、そんな一番下というか、全然60。部外者60ぐらいに上げれるで。3分の2ぐらいに上げれる。いやいやいや、大丈夫大丈夫。それは、いや大丈夫、そのエピソード話すわ俺。あ、え、いや、大丈夫大丈夫。うん、なんか断られるの嫌いやね。あ、いや、お願いします。
え、何のバイクか色とか決めた？いや、俺な、お前に合ってるバイクの色も実はあんねやんか。いや、え、何色乗りたい？いや、これでもしでも価値観違うかったら俺嫌やな。あ、いやでも一緒やと思う。何色？あ、いやもうほんまに一緒。何色？こんなんで価値観違ったらさ、殴ってまうやん。やばすぎる考え。当たる、当たれ、当たってくれ。あ、緑。はあ？本気で言うてんの？あ、いや、あの、え、本気で言うてんの？でした。俺と同じやん。耐えた。ああ、分かった。耐えた。今ので決めた。お前40番目にしたるわ。いや。ああ。いやいやいや。ランク2分の1や。ああ。決定。いや、まあ、部外者というか、僕は。それやったら、うん、ほんなら、なんか、ネックレスがあって、そのネックレスがちょっと短くすんねやんか。その人が増えたり、レベルが上がると、うん、だからそのネックレス一部あげるから、うん、それで一気に2分の1になれるから。あ、いや、うん、ペンチ持ってきといてや、ネックレス切るから。あ、何、なんかこそう、集まり、木の集まりみたいなんで、集まりって言うね。あ、集会や。集会ってさ、うん、どんぐらいペースであるんかな。どんぐらいペース？うん、夕方と夜のやつ？あ、週に何回とか。週に何回？毎日やん。ちょっと勉強が、毎日？うん。集会の話やんな。うん。うん、夕方と夜。なんか感覚がないし。あ、でも週に1回だけ深夜の時もあんで。うん。次何か、あ、触るけど。出られへん時とかももしかしたらあっちゃって、うん、っていうか、うん、え、毎回全員来る。なんで出られへんの？あ、え、で、けえへんやつなんかおらんで。なんでおらんねん。ごめん、ほんまごめん。どうしたん？っていうかさ、明日さ、中身に入られ、明日の集会さ、お前さ、家にさ、なんかさ、誰のでもええからさ、ネックレスない？そのネックレス持ってきてや。やば。で、それ繋げましたら、持ってきて。いや。家やったらええけど。ネックレスもないか。家やったら正直に言ってほしいんだけど、うん。いや、マジでマジで。嫌とかじゃなくて、あ、嫌じゃない？じゃあ、オッケー。決定。もう、なんでこんないかついやつが見た目普通や。はい、決定。なんで気合うと思ってん、俺こいつと最初に。で、タイムマシン、戻らしてくれ。2分の1になったからさ、お前、ランクが。うん。2分の1上位になったから、うん、一応それに2分の1上位って言うねんか、そういうの。2分の1上位？さっきまでは4分の3上位やってん。何その言葉。ほんで、この間初めて来たけど4分の4上位やってん。4分の4上位？ほんで、今、2分の1上位やから、2分の1上位になったら戦闘力調べたいんやんか。で、え？あ？戦闘力？うん、戦闘力と守備力な。うん。で、ちょっと顎パンチかますけど、あ、もう最悪。で、それで何発で気絶するかっていうのちょっと調べてみようか。かつい集団。ほんで、そこでもし3発で気絶せんかったら、一気にベスト10入れるから。あ、その日ちょっと厳しいかも。ごめん。何か、え、今自分のランク何倍やった、お前。え、2分の1上位？うん。うん。で、ベスト10上位入れるから。あ、ごめん。どうしたん？その日ちょっと。なんで？厳しいかな。あ、
どうしてもちょっと優先されへんの嫌いねんな。あの親戚とかの集まりがあって、うん、どうしても俺ら兄弟で。いや兄弟ってこの間会ったばっかりやん。なんで電話でこんな怖いねん。おい、お前なんつった。なんで電話でおいこんな怖いねん。なんつった今。いや、あ、来いや。あ、来いや。あ、いやいや、あ、いや、違う違う、あの、来いや。こないだ会った割に、兄弟も。おい、お前ちゃうわ今。はいはい。おい、来いや。ああ、よかった。おい、なんつったお前。ああ、よかった、電話先の相手か。あ、逃げるなと思う。いやいや、ちょっと待ってよ。つかがってくんな。いや、なんか変なおっさんがつかがってきてや。やば。じゃあ明日な。やば。明日4時。人生変わってる。早朝4時な。着実、早朝4時。うん。いや俺らその日早起きなオールしてるからさ。ええー、うん、オッケー。いやほんまでも2分の1乗読めると着実に人生変わりだしてる。ちょっと音声だけ録音するからさ。何2分の1乗になりましただけ撮っていい？え、なんで？あ、みんなに聞かせるから。ああはい。急にさ、僕がそんなランク上上がったら他の人たち大丈夫。最初にかましてるやつは一気にトップ10上位入れて一気にベース3上位入れるから。とりあえず、この間は4分の4上位で参加させていただきありがとうございました。4分の3上位になりで一気に2分の1上位になりましたって言え。え、僕バイクの免許のこと受験勉強って言っただけ。いや、それおもろいから OK。 はい、この前は4分の4上位で参加させてもらったけども、4分の3上位になりまして、とあるエピソードで2分の1上位になりました、よろしくお願いしますって。はい、ちょっと待ってな、録音するから。はい、いいよ。この前4分の4上位で参加させてもらいましたけども、4分の3上位になりまして、あのとあるエピソードをあの山下くんに喋ったら2分の1上位になりました。 OK。 でその代わり2分の1上位のやつ1人が多分3分の2上位に下がるから、はい、その人に謝らなあかんねん。なんで勝手に上げられて。はい、あ、すいませんでした。 なんて言ったらいいんですか。2分の1上位の人すいません。あ、2分の1上位、3分の2上位になってしまいすいませんでした。僕が2分の1上位になってしまったばっかりに3分の1上位に下げてしまいすいませんでした。 OK。 はい、じゃあ4時で家迎えに行こう。あ、いや、行くけど、うん。え、近所のヤバいおっさんとかおらん？え、いや、バイク乗ってだいぶうるさいから、めっちゃ言われるから。あ、いやいやいや、じゃあ行くわ、その集合場所、集合場所まで行く。いいよいいよ、迎えに行くよ。あ、ヤバいおっさんおる？あ、おる、うん、うん、めっちゃおる。あ、どこか教えて、それじゃあ。え、なんで？あ、あらかじめ、蓋しとくから。いや、あ、大丈夫。うん。おらんおらん。あ、じゃあ、迎え行くわ、よし、OK、はい。もしかしたら60で行くけど。60？あー、60人で行くから多すぎるって。もしかしたら40人で行くかも。で、その場合基本的に3分の1上位が12人と2分の1上位が10人ぐらいしかな。で、あとは多分3分の2上位か4分の3上位から、うん、うん、そこのパーセンテージは、まあ、また連絡するわ。はい、あ、じゃあ4時。はい、あ、グループって抜けられるんですか？最悪や、もう人生変わっちゃう。2分の1乗位おめでとう。バイバイ。失礼します。